どうも、そこでミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。よーし、テンション上げていくぞ。今回はですね、特に何かあるわけではないんですけれども、いや、髪型がやばいね。髪型がさ、もうボサボサの状態だから、ちょっとカットリーネさんのところに行こうかなと思うわけなんですけれども、カットリーネさんさ、ずっと生き続けたら、おし、ずっと生き続けたらあれらしいんだよね。女の子の髪型にもできるらしいんだけど、まずヘアスタイル行こうか。ヘアスタイルマジで変えないことには始まんねえぞ、これ。よし。最近カジュアル系が多かったから、今回はフォーマルで行こうかなと思います。ガッチガチフォーマル、プライベート、でだな、からの、内緒って何？内緒って気になるな。内緒で行こうか。で、ヘアカラーは、最近明るい系で行っちゃったからナチュラル系で行こうぜ。なんかミネットらしいものに行こうかな。ここら辺。オッケー。さあ行こうか。スタイリングを始めていく。じゃ、女の子の髪型してみたいけどな。あははははは。いや、なんか、それっぽくなっちゃったわ。いや、これ、それっぽくなっちゃったぞ。やっぱ。いや、これいいな。若干気に入っちゃったわ。よし、これでいこう。おっす。なんか気に入ったわ。よくないこれ。普通にいい感じなんだけど。ちょっと久しぶりに占いの館行こうぜ。いや、ハッケミー、これ毎日占ってもらった方がいいんだろうけどな。よし。占ってもらおうか。久しぶりのハッキミーだぜ。おやおや、見えてきました。南の島でビーチを昼寝する亀。これはもう元村長のことですね。健康にまつわる子。これさ、ないんだわ。トップスでしょ？この占いの館で占ってもらったものがエイブルシスターズに売ってくれてたら非常にありがたいんだけど、ないんだよな。そうなんすよね。ここにあったら非常にありがたいんだ。これそうじゃないの？スポーティーか。これは？フォーマル。ちょっと待って、フォーマルにフォーマル合わせたらすっごいインテリ系になるんじゃない？うわ、やっぱ、超インテリ系じゃないっすか。ちょ、これ買っていこう。めっちゃ気に入ったわ。めっちゃ良くない？この組み合わせ。なんか久しぶりにマッチした感じがする。いやー、ないな。オッケー。ちょっと向こう側行ってみようか。この状態で王冠かぶったらめちゃくちゃ貴族っぽくなるんじゃないかな。ちょっと王冠かぶってきます。てか、なんかさ、俺の気のせいかもしれないけどさ、いつにも増して鼻の量やばない？じゃ、鼻めっちゃ増えてる気がするんだけど、やばいよ、ここら辺。絶対こんな俺植えてねえし。鼻しかないやんけ、この村。花村やな。もう名前花村に改名しようかな。よーし。どうすかこれ。インテリ系。なんか思った以上に王冠がでかいから、なんかまだクイーンの冠の方がそれっぽいのが、あれだな。なんかこっちの方が王様って感じするよね。なんか王冠、でかすぎじゃない？いや、でかすぎるわ。髪型ほとんど隠れてるじゃねえか。いや、こっちの方がいいな。こっちで行こうか。なんかカフェでアルバイトをこなしたらさ、なんか面白いものもらえるんだよね。マスターの。あ、違う、間違えた。アルバイトしたいんだ、アルバイト。でもこんなのんきにコーヒー飲んでる場合じゃねえんだよ。ちょ、アルバイトしよう。ちょー、王様にコーヒー。よし、いただきます。王様コーヒー飲んでる場合じゃねえぜ。やば。マジです。ぴったりだな、この服装。髪型といい。あとさ、このメガネさえなんとかしてしまえば、超インテリ系貴族の誕生な気がするんだけどな。じゃあ、アルバイトしよう、アルバイト。アルバイトしたい。オッケー。ちょ、今回、何にも見ずに攻略サイト、ナターシャちゃん、マジか。ちょ、まあ、ナターシャちゃん接客するの初めてなんだよな。いつものやつちょうだい、ミネット君。いつものやつって今日初めての来店じゃねえか。なんかモカっぽくない？いや、キリマンジャロっぽいなぁ。ナターシャちゃん。いや、ブレンドとは思えないんだよな。モカな気がするなぁ。モカで行きましょう。
ミルクはどれくらい？あー、これはちょっぴりだな。お砂糖は1個。なんかナターシャちゃんっぽい感じでいきたいと思います。マスターのお手伝い？ちょっと味見させてもらうわよ。うまいだろ？違うのか。コーヒー豆は好き。やっぱモカだったか。いや、そんな気したもん。あー、ももっこアイドルだもんな。アイドルだからこそやっぱり？いや、なんか、久しぶりだな、バイトすんの。だな、ももこといえばブレンドな気がする。ミルクは、そこそこ、たっぷりの人とかいるんかな。リッキーくんは多分たっぷりだった記憶ある。いや、でも、ももこどうだったかな。言ってくれ、頼む。いい？よっしゃ、来た。コーヒー豆の種類があたい好みだったら最高だったけど、いや、違ったんか。で、誰？チッチ。お砂糖は1個がいいです。あ、そうっすか。チッチ、誰だこいつ。なんとなくブルーマウンテンな気がする。ミルクはそこそこな感じ。で、1個だね。アミーボカードでは多分見たことあるんだろうけどな。どう？ミネミネ村の味は。ダメだ。わかんねえ。全然わかんねえ。誰だ、チッチって。お、カッペーじゃないっすか。あれ、頼むわ。出たー。あれ、頼むわ。知らねえ。知らねえ。従業員が言いたいランキング第1位だわ。知らねえ。カッペーだから入れない方がいいんじゃない？お砂糖も入れない。超ブラック。いや、なんとなくこれな気がする。おお、うめえぞこれ。あ、やっぱりな。そんな気したわ。いや、カッペーが一番いいって、なんかすごい切なくなるね。なんかもらえるかな。いや、結構頑張った気するけどな。大体のお客さんが喜んでくれたようですね。お疲れ様でした。良いコーヒー豆いただきました。やったぜ。ちょ、マスターの埴輪くれよ。ダメか。おー、やった、サイフォンもらった。ちょっとずつアイテムが良くなっていってますね。非常にありがてえ。このまま続けていきたいところだな。いや、4月ということもあってさ、できればこういう4月から出てくるやつもコンプリートしていきたいんだけど、なんか思いのほかいなくってさ、ここら辺？いそ、おたまじゃくしの下あたり？なんかここら辺だったら出てきそうな気がするんだけどな。なんだっけ？イソギンチャクだっけ？なんかそこら辺が出てくるんだけど、まあ残念ながら、アワビと、おいしさなサザエかな。サザエは今の時期出てくるはずなんだけどさ、サザエがどうしても手に入らんっていうね。待って。なんかいる。なんかいるぞ。いやー、ついにね、池にも魚が出てくる時期になりました。あと桜枯れたね。桜も枯れて全部散ったから、非常になんか悲しい部分であるんだけど、さて、釣りをしようぜ、釣りを。ちょ。釣り道具どこ行った？あれ、俺釣り道具どこやったっけ？いや、絶対釣り道具どっかあるって。マリンスーツあるんだけどな。マリンスーツあっても仕方がねえんだよな。釣りがして。いや、ないな。マジか。ないぞ。いや、毎回さ、持ち歩かないとダメだなっていうのは分かってるんだけど、ついつい忘れちゃうんだよな、これな。よーし、行こうか。この子が何だったかな。なんか、そんな大したレアな魚じゃなかったんだけど、どうした？あ、引っ越しか？違うわ。家具か。家具な。なんかある。サイフォン渡しとこう。サイフォンどうすかね。あ、サイフォンだ。お、喜んでくれた。マスター喜んでくれましたよ。なんかもらった。青い壁か。ありがてえ。しゃあ行こうか。いや、なんかいた気がするんだよな。池の魚で釣ってないやつ。なんだったかな。釣ってればわかるかな。ザリガニ。いや、ザリガニは釣ってる。いや、難しいな、そう言われると。あー、オタマジャクシ率が非常に高いね。いや、もう釣ってんのかな。なんかいた気がするんだよな。
おたまじゃくしじゃない？あ、なになになに？メダカ。メダカ。あ、メダカか。おたまじゃくしじゃねえ、メダカか。いや、メダカで埋まったか。あー。オッケー。じゃあ、ここなんだろう。このザリガニとおたまじゃくしの間が気になるな。どんこ。怖いな。顎が出すぎてるな。だいたい川の魚は釣った感じかな。4月に出てくる。もうね、ほとんどがさ、8月あたりに出てくる魚だから、ここら辺空いてるのが。いや、マジでね、8月の飛び盛りが非常に楽しみな。この俺なんだけど、めっちゃ楽しみだわ、8月。じゃ、今の時期さ、結構釣ってしまってるからな。なんだ？土壌。あははは。土壌率やば。え、そんな4月って土壌釣れる？いや、できればね、もう魚だけじゃなくて、こう虫もさ、コンプリートしていきたいんだけど、虫もな、なんか、夏な気がするんだよな、どう見てもここら辺。いや、結構ね、虫はコンプリートしてきたんですけど、いや、真ん中がやっぱり空いてるなっていう印象ですね。いや、できればね、4月中に春とかに釣れる魚とか全部取っておきたいんだけど、金魚か。あ、金魚は川か。いやー、逃がそう。オッケー。いや、だいたいね、釣れるのは釣れるんだけどなー。でもそっからが問題って感じ。いや、釣れるのは釣れるんだよな。いやー、新しい図鑑に載ってない魚が釣れればなーと思ったけど。おい、ラスト1回絶対行きます。はい、オッケー。土壌率やっば。すごいなぁ、土壌。こんなに釣れるもんなんだなぁ。よし、というわけでですね、ちょっと釣りの方をメインにこれからやっていこうかなと思っております。ここら辺多分まだ釣れるものがあると思うんで、まあなんかなぁ、虫に至ってはさ、いや、これ本当に春に取れんのかなっていうのがありましてですね、このカマキリと、このアブラゼミの間。で、それ以降は多分ほとんど夏になるんじゃないかなと思っておりまして。まあ、できればね、今月あたりからは魚をメインに取っていこうかなと思っております。お楽しみに！今回はこの辺で終わっておきましょう！じゃあな、めっちゃ桃子ウキウキやんけ。